お疲れ様ですなみさんいつもお世話になります今日はねちょっとついさっき知ってちょっとびっくりしたんですけどもなみさんもご存知だと思いますけども高校野球ね PL 学園っての聞いいたことないですか私が確か小学生とか中学生の頃だったと思うんですけども野球に疎い私でもね PL 学園ってのがいつもいつも甲子園の常連で 上位入賞もしくは優勝していたっていうねそんな時代があったことを覚えてるんですよ。で PL 学園っていうのはあ強い野球の強い高校なんだなと思ってましたけどもその分だけねものすごく苛烈なトレーニングをしていてで希望者も多くってね入部のために越境入学したりとか転校したりとかスカウトっていうのもあったみたいでね まるで漫画の世界みたいな強豪校 PL 学園っていうふうに私は覚えていたんですねそれがね2016年に PL 学園野球部を廃部にしてるんですよでどういうことかっていうとあまりにも厳しい練習の末に、まあ、死亡事故が起きてるんですよね先輩から後輩へのいじめとかしごきとかその末に死亡事故とか それから監督やコーチ、OB による、まあ今で言うとパワハラーまがいなね、あの、トレーニングがあったみたいで、あまりにも目にあまるということで、不祥事が続いて配分になったらしいですよ。あの、これってどうなんですかね ?PL 学園というふうに、随分長い間、名前の知れた学校、野球部が、しかも、 PL 学園ってパーフェクト・リバティ教団って言ってもちろん野球部員のみんながみんなね宗教に興味があって入信して野球部ってわけではなくてむしろその逆で宗教なんてどうでもよくって来てると思うんですけども一定のそれでも宗教観がその学校に根付いていてね。であまりにもひどい スポーツのトレーニングという名のもとにするべきではないっていうのはモラルも一流だったような気がするんですけどもこんなことがあって不祥事暴力沙汰そしてパワハラまがいなしごきその末に死亡事故こういったことが繰り返されて廃部になったことっていうのは果たして甲子園を目指す高校球児たちに幸運なことだったのか不運なことだったのかっていうことなんですよ。 まあ幸運といえば、そういう、まあ言ってみればね、あまりにもひどい、人間の限界や尊厳を無視したようなトレーニング、しごき、いじめっていうものが一つなくなってよかったなって。これ以上、その学校ではね、野球部による死亡事故起きないだろうと思うんですよ。野球部がないわけですから。で、片っぽでは、うーん、PL 学園に在籍していて、 野球部真面目にやっていいた人もいると思うんですよねそういう人が学校の部が廃部になってそれを続けられなくなったもしくはそういったいじめとかね暴力沙汰とかを抜きにして、まあ、勝ち抜いてきて実績を作った卒業生さんとかね歴史ある学び屋にいるその野球部員以外の方にとってみたら自分の出身校がねそんな不名誉な 背部創造にまで発展してて、まあ、運が悪いなついてないなななとつかね自分何も悪くないのにたまたま自分と同じ学校の自分とは全く直接関係ないそういった野球部なんかでそんなことが起きて学校全体の評判が悪くなってひいてはそこを出身とした自分の評判も悪くなって肩身が細胞をするっていうのは運が悪いことなのかなとかね。 まあ、まとめて考えていくと組織に属することで守られている自分ってのもあるけれども一連拓章でなんか不名誉なね功績を負わされる自分もいるってことですかね、うん、運がいいと捉えるのか悪いと捉えるのかそういったことも込みで自分の選んだ学校ですとか人生ってものに まあ自分はね責任を持つべきなのかどうなんでしょうかねまあでも今回はピール学園ほどのね学校がねそんなことになって2016年に配分にあっているそれほどひどいことが繰り返されていたのかと思うと果たして甲子園で優勝を目指すなんて人の命を懸けるほどのものなのかなと思ってしまうんですね。 うん、勝った負けた楽しかったせいぜいそのぐらいで野球なんて良かったんじゃないかなと思います、うん、未来ある10代の少年が命を落とさなければならないほどのそんな価値が甲子園にあるとはとても思えないなということでございましたどうでしょうかそれでは